はい、では皆さんこんばんは、ただいまよりですね第9期レガシー新挑戦者決定戦いよいよ決勝戦の模様をお送りしていきたいと思います。さあ決勝戦はですね、なんと解説に現レガシー新であります、川北翔郎選手お呼びしております。川北選手よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけで、この解説もいよいよ、ね、もう何回目かという感じですけど、何回ですかね、8回目だと思います、はい。というわけでもうすっかりおなじみ、そして不敗の神としても有名な、最強の神川北選手ですが、最近あれからどうですか、衝撃的な結末と言っても過言ではなかったと思うんですが、あれからレガシーはプレイされて、そうですね、昨日あのトライアルに実は出ていて、おであの準決勝で敗れていた、はい、あの菊池さんに敗れて、はい、なるほどちょっとあのひどいプリングをしたのでだいぶあのコントロール、アウシロコントロール使ってたんですけど、はい、だいぶスキルがまあそれはあの奇跡型といいますか、はい、あの先ぶれが入った入ってないやつですね、あの石舵コントロール的なやつでちょっとオリジナルデッキだったんですけど、あの私のデッキは悪くなくて、はい、どちらかというとあのプリングの方が抜いて負けてしまったのかなっていうので、まあデッキ選択とかデッキ構築能力はそんなに衰えてないかなと思ってます。じゃあ次もこれは自信たっぷりとそうですね、感じですかね、はい、ありがとうございます。というわけで、決勝戦は、土地勘を使う中川選手対、ショーテルですね、スニークショーを使う、オリモ選手の試合をお送りしたいと思います。では早速試合席の方移っていきたいと思います。はい、左が土地勘を使う中川選手、そして右がスニークショーを使うオリモ選手となります。先行は、おそらく中川選手が2位通過ですので、中川選手の、先行で始まるのではないかなと思います。はい、さあまずはこのスニークショーと土地勘、まず、まあ、パッと見てメインでの相性さいかがでしょう。デッキリストを見る限りはあの純粋なスニークショーじゃないので、うん、あのカラカス置かれてもあの、まあ、全地が入っているので、うん、感触としては全地スニークの方が強いように思いますね、うん、はい、あの要は全地ルートから防げる手段があの土地単が入ってないので、うん、まあ、全地通ったらもう負けっていう感じですかね。なるほど、はい、まあ、通常だとあのスニークだとあの、まあ、カラカス置かれると結構苦しい場面結構あるんですけども、うん、入ってないとやっぱり、あ、ただあれですね、まあ、メインは土地単が先行でかつ1回マリガンしてるので、うん、ようやく五分五分といったところですかね。なるほどまずはオリモ選手マリガンでこれが五分五分ぐらいだったかなと、ね、要はあの土地単が先行でかつなるほどスニークショーが後攻でようやく五分五分かなって感じですかね、うん、まあ、ただそうは言ってもやっぱりオリモ選手あのスニークの方が有利なのかな、なんとなくですけど、まあ、手札次第ですね。あ、でもキープできる反応みたいですね。はい、さ先日が終わっていよいよ、あ、取り戻しましたね、はい、挑戦者決定戦決勝戦がスタートします。ガッチ略習、まあ、土地単としてはあれですね、先に本当にダークデプスのコンボを決めるのが一番、うん、なるほどいいですね、まあ、逆に言えばそのそれ以外の展開になってしまうと若干厳しいかと、そうですね、ところですよね。あと案外あれなんですよね、ショーテルってやった後回収のターンちゃんと殺せないと、うん、あのショーテル打ったことによって、まあ、デュプスコンボが決まったりとか、うん、あとはショーテルでグリセリブランとかエムラクルだけだと、うん、あのスタックでクロップローテーション打たれてカラカス持ってかれてバウンされるとか、うん、結構裏目もあるので、なるほどなるほど、はい、結構そのショー&テールルートだけだと打つタイミングが難しいですね、まあ、まあ相手が持ってるか持ってないかっていう、まあ、その賭けの部分もありますし、うん、まあ、その駆け引きがなかなかこの試合は面白いのかなと思います。なるほど、はいはい、ありがとうございます。あ、いいですねこれは、うん、まずは順調、順調ですね、遠さを一定度、まあ、一番理想の周りといっても過言ではないのかなと。そして先ほど川北選手がおっしゃっていた輪作ですね、クロップローテーションもしっかり構えられていると。そうですね、とこですね。あ、でも主に持ってるのかな、違うかな。ここでシアンいらないな、
感じですね、なんとなく、うん、あ、うん、やっぱシャッフルですね。シャッフルちょっと分かんないですけど、ショーテルか全地どっちか持ってて、イニシュの分も持ってるので、うん、その足りないものをテクナに加えようとしてますね。で、今、すでに多分そうそう、エムラもあるので、どっちなのかな、ちょっと手札が見なかったですね。さあ、ここで防獣から沼をセットして、ね、水砲ですが、で森の知恵を追加。あんまり強くないですね、これは。ちょっと悠長ですね。なるほど。本来であればここでそうですね、ダークデプスコンボ決めに行きたかったかなと、はい、このマナだとぶっちゃけ昭和の時代でグリセルブランドが許されちゃうんですよね。なるほどなるほど、うん、さあここで実物政治教育で、多分ここでクロップレローテーションでカラカス持ってくるっていう多分ルートだと思うんですけど、違うのかな。あれでもこれまずいんじゃないですかね。これスタックでクロップローテーション打たないとまずかったような気がしますね。あ、なるほど。それなぜかというと、ここでグリセルブランドスタックで多分放送ビル持ってこられちゃうんで、これ多分、なるほど、昭和のテルスタックでクロップローテーションが正解だった気がしますね。なるほどなるほど、やるならそこだったわけですね。わかんないですけど、ね、ちょっとまあその出てくるのがあのエムラクールだったというふうに読んだとしても、うん、やっぱりちょっとこれはグリセルブランドのことをケアして先にクロップローテーションを持っていくのが正解だったんじゃないかな、うん、なるほど。あ、でもこれ折本選手もそうです、ね、もう一回7枚引いてもよかったような気がしなくはないのかな。そうです、クロップローテーションは通っています。そしてすのかな、うん、グリセルブランドは5退場と。ここでもう7枚、ごめんなさい、いつたいつ、あ、ほらほらちょっとあれですよね。そうですね、まあちょっとなんか2人とも決勝で緊張してるのかよくわかんないですけど、フォースビル引く確率14枚引けばかなりあるので、クロップローテーション通さない方が良かったと思いますよね。なるほど、うん、まあまあいずれにしても14枚引いてるので、もうほぼ全地と、うん、あとはあのショーテルがあるので、ほぼほぼもう負けないんじゃないかなと思いますね。ちょっと分かんなかったですね。さあ、この膨大な手札から最高の7枚だけを抽出して、なんか結構迷ってるのかな、なんかあんまりいいハンドじゃないのか感じがしますね。これないとするとかなり決定的なミスになってしまいますね。いや、でかつ別に次のターンでも殺せるような感じにならないですよね、土地さんの方が。うん、そこもちょっと弱い感じがしますね。さあ、選んだのはエムラクール、グリセルブランド、ホソビル、そして直感を手札に入れていたように見えました。あ、じゃあ結構なんかあんまり強くなかったんですよね、ハンドが。あ、もうブレインストームとか取ってる時点で、うん、これはちょっとあれですね、もう少し検討するべきことがあったような気がしますね。ここで何引きたいんだろうな。さて、札ゼロですが、ここで森の知恵が生きてくる。あ、そうですね、演劇の舞台がありますね。僕だったらもうペイ4しますね。あ、ペイ8しますね。なるほど。はい、もうとにかく次にかけたいと、うん、どこですかね。そうですね、うん、もう一枚引いていいと思いますけどね。これ要は3枚4枚見れるので、うん、もし、あ、そうですね、ちょっとなんかもうちょっとあれだな。うん、なんとなくですけど、スニークの方も引きが悪かったみたいで、ここでまああれですかね、何かな、どうするんだろうな、これスニーク出すのか、もしくはブレインストームですか。弱いですね。あ、オムに来た。これ全まだショーテルないのかな。ショーテルはショーテルがない、うん、ここでセットランドして直感打って、でなるほど、あれですね、ショーアンドテルを構えて次のターンに勝つつもりですね。なるほど。でそうするとドチタンのところで何かないとかなり厳しいなって感じですかね。あ、でもここでボルカですか。
ポルカあと言いますと、あ、いいのか、まあ、別にポルカでもいいのか、できればなんかなんとなくですけど島とかの方が良さそう、いやなんかなんとなくですけど、うん、まあ、不毛の大地とかされるのがなんとなく僕だったりなので、ポルカでやる必要なかった気がしますけど、まあまあ、まあ、まあ大丈夫なんですけどね、結局、うん、あの裏切り者の都があるので、うん、ほぼほぼもうとチタン側も対処する方法がないと思いますけどね、うん、一つは罰する日かなんかですか、あでも罰する日も放送ビルがあるからダメだから何かあるかな、これでなんか入ってるのかなちょっと思いつかないですね、ちょ硫黄の渦が入ってるかな、モーテンボルテックス硫黄の渦、あでも硫黄の渦でもダメな気、あ罰する日、罰する日途中回収で勝ちかな、うん、罰する日をもう一枚引けるのかな、さあここで幽霊がいと輪作と、罰する日、罰する日でも、まあ、確かフォースビルがあったのでもう負けだったかな、ほぼ負けですね、ここで昭和のテルで、でここで、はい、ここは全地とで、エムラクでグリスレブランド出しますと、ここで投了と、はい、決勝戦は、スニーク賞のオリモ選手が1本目勝利しました、うん、まあ、そうですね、ここまではある程度予定調和でしたね、うん、やっぱり全中を止められないので実際そうですね、サイドボールですね、うん、タイヤレストラッカーって何でしたっけタイヤレストラッカーあれですね、不屈の追跡者ですね、あの土地が出るたびに、はいはいはい、手がかりが出ると、そして手がかりを探るたびに、はいはいはい、プライチとこっちですね、これはマリガンですかね、スニーク側が、うん、スニーク賞はマリガンと、不屈の追跡者は多分入れないですね、うん、そんなことしてる場合じゃないの8枚変わった感じですかね、多分、うん、やっぱメインがどうしてもやっぱり、うん、あの土地が多い分やっぱその妨害する手段が少ないので、うんうんうん、さあここでワンマリガン後の、あなんかすごい殺しに行くハンドの見えましたね、さあこれは多分マリガンしないですね、これだから、うん、今の途中かなり多めに入って、これが下、おこれであれ出すのかないきなりスニークって出すのかな、あまあさすがにやんないか、うん、それはここはひとまず仕掛けないと、フモロ大地じゃないときついですね、うん、あさあここ ここでいい判断ですね、これでフモロ大地持ってくるんですね、きっと、お即輪作からの、はいはい、よく分かってますね、素晴らしい、はい、お島引きましたね、これはいい引き、ということはこれはいい引きですね、だいぶいい引きです、ここでシアンとグリセルブランドですが、手札に実物提示教育があるのかどうかというところが気になりますが、ちょっとなさそうに見えますね、そうですね、うん、しかしグリスルバード上に来ましたね、そうですね、もうこれは多分スニークもあるのでそのまま、これやばいですね、土地さん側これ山とか引かれるともうほぼ死亡な気が、これかなり土地さんやばい状況ですね、うん、さしかしスニーク賞側赤花ソースが現在手札にある睡蓮の花びら1枚だけと、そうですね、そうですね、ただこの島を壊す手段っていうのがないので、うん、今スニークを置いて次のターンブレストして、うん、で赤丸引いてっていうのもありだと私は思うんですけ ど、ただ黒プロテーションが入ってるデッキなので、うん、ちょっとそれも取りにくいかもしれない、その選択肢取りにくいの、うん、結構難しいですね、この判断、さあしかし3枚がここで抵抗の補給とギャンブルですね、ただちょっとフォースビルもあった気がするので、うん、まあ、単純にカウンターされるのかな、なんとなくですけど、ここで欲しかったのはやっぱ不毛の大地でしたね、うん、あでもまだ黒プロフェッションでっていうのもありますけどね、なるほど、
まあ、ここはクロップローテーションで不毛大地を持ってくるのかなっていうのは、うん、さあ再び輪作で、うん、不毛の大地で割っていく作戦ですね。そうですね、まあ、これにスタックして、はいはい、でこただまだ裏切り者の都持ってた気がするので、うん、ここでスニークが走っちゃう気がしますね次のターン、うん、なるほど、はい、要は、ショー&テル持ってきて、さあここで直感、そうですね、でショーテルを持ってきて、で次のターンショーテル打って、うん、スニークからあここでフェッチなんだよ、あそうですねフェッチですね、でここで結構あれなんですよね、難しいプレイングがあって、でもそうでもないか、もうマナが余ってないからダメだな、多分もうあどちらもやばいですねこれかなりやばい状況だと思います。ちなみに難しいプレイングというのは、はい、あ、ですね、はい、もしマナが3マナ浮いてる状態だと、はい、よくやりがちなのがフェッチを置いて、はい、フェッチ切らない状態でショー&テル打つんですよね、はい、でそうするとまあ、スニークを置いてで、うん、フェッチした瞬間スタックで割られて、あのスニークが割られる、クロップローテ、あれでしたっけ、あ、延長の中で割られてしまうっていうのがよく結構あったりする、なるほどなるほど、はい、結構細かいテクニックですね。そうですね、さあ再び森の知恵ですが、ここはペイフォーライフと抵抗の補給をさらに手札に加えていきま す, です、ね、でカラカスも引いている、ここカラカス置くのかな、難しいですね、ただもう次多分スニーク&、ああなるほど、さあ2枚目の抵抗の補給強い強い、うん、で縛っていくと、ここで出すかどうかですね、うん、でここで出してしまうと次のターン割られてしまう可能性があるんですよね、うん、なので簡単に選択はできないですよね、なかなかちょっと面白い戦いになってきましたね、うん、これ難しいですね、あれでもちょっと待ってよ、スニーク、あ、そもそも5マナ6マナ必要なんですかね、そうですね、騙し打ちを設置するのに6マナ、ただショー&テルがあるので、あの5マナで打っているんですよね、経由で出していけると、そうそう、ね、だから、まあ、今ちょうど5マナあるんで出しとくかっていうところもあってると思うんですけど、うん、ここは難しいですね、すごく、うん、そこでフェッチを切って裏切り者を出したということは、ここで、ね、ここでもうここでカラカス、そういうレートが出ましたね、なるほど、さあこれは当然即戻していきます、ペイナライフ、さあここからの動きどうでしょう、いやどうですかね、結構難しくて、うん、もうフォースビルが機能してないんですよね、ほぼね、うん、この場合になると若干土地さんの方が有利っぽいですね、一番欲しいカードここではあれですね、不毛大地かライフ・オブ・ザ・ロームが一番欲しいですね、うん、うん、さあさらにライフが3、ここでもしイニシエの裏切り者の都を割られるような事態になるとかなりもう絶望的な状態になると思います、うん、ちゃんと抵抗の補給引いてきたのが偉かったです ね, そうですね、あれがなかったら完全に負けてました、うん、さあコメントにもありますが、かなりお互いライフを削ってそうですね、勝ち手段を探しに行く展開になってますね、そうか、一応あれですね、優位としてはもう、あ、どうでしょう今さすがにもうこれぐらいですかね、結構いきました、あ、超有利が、あ、これが今超有利じゃないですかねあ、もう今超有利としたのが、そうなるほど、ですね、まあ、覆せればすごいと思いますけど、うんうん、あ、でもあれですね、もし仮にあれですね、不毛大地とか引かないとあれなんで、ちょっとごめんなさい、なるほど、引かないとこれぐらい、これぐらいかもしれないですね、次のターンやられる可能性があるので、
ただまあほぼほぼ、うん、ほぼほぼトチタンガの勝ちな気がしますけど。サイドボードもおそらくライフスローム自体を入れると思うんですよね、うん、そうかなりこの7枚の厳選迷って、あでもただそっか、さあここで、あでもブラッドモアだからどうなんですかね、ちょっとまた分かんないかもな。血染めの血が今ちょっと捨てていたように見えましたが、そこから何かのかなと、ね、スタッフも引きましたね。ここでギャンブルで、はい、ライフ・ザ・ローム持ってくるっていうのもありだと思います、うん、さあここでギャンブル、ギャンブルは打ち消せないので、うん、もしくはあれですかね、ダークデプス持ってきちゃうのか、どっちですかね。あ、ダークデプスですね。あ、コンボ決めに来ましたね。確かにここで不毛の大地さえしてしまえば、これは厳しいですね。ギャンブルで持ってきたカードが捨てられてしまう、たまにある。まあでも3分の、そうですね、うん、あこれはでもあれですね、3マナ払ってセレンの花びら、しかしもう1枚ギャンブルがありますので、ごめんなさい、なんかあれですね。なかなか勝ち手段がない分、さっき言ったの間違いでしたね。ただここで勝てないので、もしかするとクロップローテーションでそのまま勝ち、うん、さあここで、あなるほど、ブラッドムーン血染めの月、これはもうだいぶ有利じゃないですかね。さあイニシエの墳墓2点食らって、あちょっと待って、これでもスタックで、スタックでクロップローテーションを打った、はい、あでもあれか、セオブレジスタンスがあるからちょっとマナがないんですかね。かなり不利ですね。さあここで、しかしクロップローテーションってただマナが足りないですよね。もう1マナ必要でしたっけ、あれそうですよね、もう1マナ必要ですよね。ちょっと確認しましょうか。そうですね、はい、何持ってくるんだ、ちょっとそうですね、2マナと演劇の舞台のタップが必要、そうですね、あ、そっかそっか、ここであれですね、森持ってくんですね。なるほどなるほど、ああクロサングリップを引くのを待つって感じですね。なるほど、ただちょっとこれはかなり厳しいんじゃないですかね。さあ引けるか、引けないですね。引いたのが暗黒の新聞、なんとなくですね、かなりもうほぼ勝ちなのかなみたいな、かなり目まぐるしく戦況が動いてきますね。あ、そうギャンブルなんですね、うん、ただここで打てないですからね、クロサムグリップを、うん、でもやっぱもう一枚引いた方が良かったんじゃないですかね、なんとなくさっきみたいに。またさあこれでギャンブルタイム。同じようなことが起きたら、あこれはアクトシブましたけど、次のターン、さあ待望のショーデルと全地のルートが決まっちゃうんじゃないかな。ゴマナで全地で、あスニークですね。あこれスニークなんですね。ただここはクロサングリップがあるので、うん、さあここで引いたのが追加の抵抗の補給とドロップオブハニー、そして不屈の追跡者ですね。うん、なんか全然分からなくなってきました。そうですね、これはどうでしょう。ちょっとごめんなさい、イーブンになってきました。イーブンになってきた。お。さあここは全力でこれを壊して、
そうですね。さあもうまさにお互いが、うん、これでもショーテルがあるのかまだ。ショー&テルを打って、ね、そして出てくるのが M、 あ、全治ですね。ただ全治はまだ M ラックが出せない状態。ここで黒プロテーション引かないと負けですね。さあ引いたのは靴の追跡者とドロップオブハニー、そしてモヤギの子たち。ただこれもう負けじゃないかな。これはかなり厳しいかですが、ここでじゃあトーサーを追加と。これで出てきますね。さあ3番の放ってブラックール。あ、なるほど。さあこの時点で追加ターンが誘発します。負けですね。ここで投了やばいですさあというわけで最後まで大混戦の決勝戦、ね、制したのはスニーク賞のオリモ選手でした。おめでとうございます。すごい試合でしたね。そうですね。もう途中あれですね、有利不利が分かんなかった。ギュンギュン動いてましたよね、はい、はい。